リューベックは、西ドイツ海軍のフリゲートであり、ケルン級フリゲートの5番艦である。艦名は、シュレースビヒホルシュタイン州のリューベック市に由来し、この名を関するドイツ海軍艦艇としては3代目に、相当する。リューベックは、HC ストラッケンゾーンハンブルク造船所にて1959年10月28日に、寄港、1960年7月23日に、 浸水し、1963年7月6日に、西ドイツ海軍で収益する。収益後は、他の姉妹艦と共に、第2護衛艦船隊に配属され、米ソ全面戦争時には、バルト海におけるソ連及び、ワルシャワ条約機構軍の潜水艦から、北欧諸国に向かうナト軍輸送艦隊を護衛する、ことを任務としていた。 収益後も西ドイツ海軍の戦力の一端であり続けたが、1979年には新型のブレーメン級フリゲートの建造が始められたため、小型の船体ゆえに近代化改修の余地が少ない。ケルン級フリゲートは1982年に F220 ケルン、1983年に F221 エムデンと F223 カールスルーへ、 1988年に F222 アウクスブルクが退役した。1988年9月30日には、所属部隊である第2護衛艦船隊が解体され、リューベックは西ドイツ海軍における唯一の現役姉妹艦となった F225 ブラウンシュバイクと共に、同年10月1日に編成された第2フリゲート船隊に転属となった。 リューベックは1988年12月1日付で西ドイツ海軍から退役し、トルコ海軍が買い取った。トルコ海軍は姉妹艦の F221 エムデンと F223 カールスルーエに、それぞれ D361 ゲムリクと D360 ゲディボルの名を付けて再収役させており、リューベックは両艦の修理部品取りに使用された。 ありがとうございます。